はい、どうもこんにちは、犬上と申します。今回はですね、グレードアップスカウトの方で通常追加になりましたつよぽん狙って動画の方を撮っていきたいと思います。でね、最初この和田がですね、排出された時にはですね、ついに鉄腕案件でスタミナ型の、スランク出たかと思ったんですけど、まさかの、D ランクからの能力修正がありまして、QEA が可能なステータスになりましたね。まあこれでもう、今シーズンのホークスの Q スターオーダーっていうのはもうほぼ出ないことが確定的になったんじゃないでしょうかね。多分 QEA 型だけになるかと思います。で、一応ですね、現状の純正事情的にはですね、やっぱり QEA にして使いたいところなんですけど、残る OB の方でですね、デフォルト QEA の投手が出てきた場合ですね、和田は無理に QEA にせず死者でいいっていう可能性も出てくるので、まあ称号やるときはちょっとね、先に死者がついたりしたら保留にする形になるかもしれないですね。じゃあまずこのタイミングでゴールド契約書10連引いていきたいと思います。なんだかんだね、契約書開封を動画にするのは初めてだと思うんですが、実は今までもですね、何回か契約書開封の動画って撮ったんですけど、なかなか、おお、エースラン来ましたね。なかなかね、動画に、するタイミングというかね、きっかけというかなかったので、いや、さすがに出ないか。ちょっと動画にはできていなく、おお !2 枚。しかも1枚はニュー。すごいですね。まさかの2枚引きしました。初めての、動画にしましたが、いきなり2枚引きとなりました。さすがにピンポイントでは引けなかったですね。でちなみにですね、私は過去の契約書の開封結果みたいのを、記録しているんですが、ゴールド契約書は非常に確率に勝っております。でまた今回も、確率が上振れるような形になりましたね。ありがたいです。では2回目の10連ですね。まあもうさすがにもう1枚出るだけでも十分ですからね。オール B の気配もありますが、おお、とりあえず燃えはしました。じゃあ今手持ちにある S ランク契約書も開け時がないので、このタイミングで開けちゃいましょう。プロスピフェスタの、3枚とコロシアム類型、そしてキャラバンの類型と勝手に交換されてしまった補助券での6枚ですね。まあここで都合よく引ければ、ガチャを回避できますし、まあなんだかんだね、普通に通常で欲しい S ランクぼちぼちいるので、そこら辺も引いていきたいところですが、どうでしょうか。まず1枚目ニューですね。いいですね。2枚目ニューいいですね。名鑑的には新しい選手いっぱい欲しいですよ。3枚目ニュー絶好調じゃないですか。4枚目ニューすごいですね。5枚目、あー、さすがにかぶりましたか。そして6枚目、おお、体勢はかぶりですけど、正直、称号用の A ランクがかなり少なくて困ってたので助かりますね。うん、ピンポイントで欲しいところは引けなかったですが、まあ最強戦に絡む体勢や、ニューが4枚も出たので、ぼちぼちの結果じゃないでしょうか。じゃあさすがに都合よく契約書からは引けなかったので、グレードアップスカウト回していくんですが、ご覧の通り自チームは日本ハムにしております。というのもですね、グレード6までの自衛枠はですね、やはり松本剛を狙っていきたいので、そこまでは日本ハムで、グレード7は、和田狙いでホークスに変えるというような形でやっていきたいと思います。じゃあ基本的に、グレード5まで自衛が確定しているところまで見どころがなければカットになるかと思います。それではどうぞ。はい、じゃあ全く何もなかったのでグレード5からいきたいと思います。G
ちなみに松本剛はですね、今まだ長3までしか行ってないので、残り2枚は最低でも欲しいところ。まあできればね、称号チャレンジ1回ぐらいはしたいのでね、死者の可能性1回ぐらいは置いたいので、うん、まあ、あと3枚は欲しいですね。お、1枚出まして、堂林とどうだ。うん、じゃあグレードロップ、ここは2枚あるのでと思ったら S ランクを引いてしまいました。ここで日本ハムの S、 正直こんなに欲しいのいないと思ったんですが、これ2枚引きしてるでしょう。まああれですね、北山が欲しいかな。あとは松本剛引くいけない、ということで確率をにここで勝っちゃったな。グレード7で確率は取っといてほしかったんですが、多分あるな。自衛枠潰されてんのか、痛いな。ここか、うーん、残念からの、いやー引けんか。よりにもよってそんな今日追加されたところ引かなくていいんだけどな。はい、ということでグレード7に来ましたので、ここで変え忘れると大惨事なのでね、ホークスに変えてグレード7を引いていきます。うーん、松本剛引けてないですけど、正直ここは一周で和田を獲得して終わりたいとこですが、自治部演出がなかったのでかなり怪しいか。さあどうかな。いやー打たないか。まあ演出がなくてもとは思いたいですが、かなり演出がないと期待がね、薄っていう感じになっちゃいますよね。さあ確定だけでどうでしょうか。いや、やっぱりダメか。はい、じゃあ日本ハムにしてきました。また見どころがなければカットいたします。はい、それでは2周目も何もなかったのでグレード5からいきます。いやー正直ね、グレードアップ何周もさせられるんだったら1枚ぐらい松本剛引きたいところなんですけどね。もうでも分母がかなり多いですからね。ほい、うーん厳しい。はい、じゃあグレード6です。うん、1周目が豪華すぎたか。まあ確定しかないけど、確定が大事。松本剛、いやー引けんなー。はい、じゃあ冷静にホークスに変えてきましたので2周目の確定いきます。さあ流れ星からの、イエーイ、またそして2枚ありそうな感じがしますけど、正直ベストナインタイトルホルダーに取っといてほしいんだ。いや豪華演出から自チーム演出は来ないですね。さあ2枚引きしてそうですが、どこで来るかな。ここかな。何、もう日ハムにしてないのにまさかの日ハム引くとはどういう確率なんでしょうか。じゃあここは和田でお願いします。はい、よーし、よかった。いや2周は全然 OK ですね。まあ松本剛ちょっと引けてないのが悔しいですが、はい、ひとまず和田確保できてよかったです。じゃあ急ピッチで育成して称号もやっていきたいと思います。はい、では育成をして軽い気持ちで称号をやったんですが、なんと一発で勝利の使者がつきました。
まあ一発で死者なんて本来喜ばしいことなんですが、現状のホークス純正のオーダーはですね、和田を QA にしないと QA が足りなくなってしまいまして、ここ、シリーズ1の森を入れる羽目になってしまっております。まあ、もし和田が QA になってくれればですね、この QA 要員がいらなくなるので、まあ、シリーズ2の死者大関に継承することが、あ、ごめんなさい、入れ替えることができたんですよね。まあ、和田の死者のスピー30下がる分、まあ、こっちシリーズ1からシリーズ2にプラス100できて、まあ、合計70上がるという感じで、まあ、あと先発のステータスも上がるということで、本来はそっちの方がベストだったんですが、まあ OB でね、本当デフォ QEA の投手が出てくると和田は死者が正解になってくるので、まあまたねQEA にしてまた死者にするっていうのもなんですし、まあちょっとね、もう現状純正っていうのはね、金枠も取れて非常に満足してる状況なので、まあ最後ね、最強戦を見据えた形でちょっとステイさせておこうかなと思っております。まあといってもね、リーグの方もいい感じで、まあ、土曜終わった時点で、銀枠圏内を維持しております。60勝できているので、ね、3勝2敗を3回繰り返して9勝できれば、まあ、銀枠なんとか取れるんじゃないかなと見込んでおります。まあ、ちょっとね、今のとこね、純正の方で銀金銀と、まあ、3週連続で、純正銀枠以上維持できてて、まあ、今週もね、維持できればまた来週も純正でやろうと思ってるんですけど、ちょっとね、途絶えてしまったらいよいよ12球団オーダーでまたリーグをやっていきたいと思っておりますので、まあ、どっちになろうともね、お楽しみにしていただければと思います。ではここまでご視聴の方ありがとうございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。